こんにちは、速稼塾の久保です。昨日ね、私の同い年で友達の由美子さんが動画をね出しているので、ちょっと前のを見てみたんですよ。そうするとね、断酒最高、アルコール依存でした、相当やばかですっていうタイトルが結構人気だったんで、それをね私見てみたんですよ。で、アルコール依存症っていろんな形があると思うんですよね。私に言わせればアルコール依存症って最も日本人の中で多いのは晩酌を飲む人ね。夕食の前か後にビール1杯飲んで、美味しいなみたいな感じで、ね、あれもアルコール依存だと思うんですよ。ただ無害なアルコール依存だと思うんですよね、それはね。だから特に問題ないなと思いますけども、やっぱりね、精神を病んでみたりとか、ちょっと生活費に手をつけるぐらい飲んじゃったりとか、それから周りの人にね迷惑をかけちゃうみたいなのは、やっぱりアルコール依存の中でも結構ね、良くない方に入ると思うんですよ。で、特に自分の精神を災難でどんどん暗い方に行っちゃう、そういったアルコール依存は、やっぱりね危険だなと思いますよね。で、私自身今お酒はもうほとんど飲まないんですよ。なんか記念日とかに乾杯ってやるぐらいなんですけども、そうは言ってもね、40歳までは毎晩ねものすごく飲んでたんですよ。もともとお酒飲みすぎるぐらい飲むんですよね。で、お酒の処理速度も速いんで、酔わないわけなんですよ。体も鍛えてましたしね。で、ビールとかはもう何ていうんですかね、ビール瓶単位で飲むみたいな感じで、あと、ホストクラブとかね、キャバクラもよく行ってたんで、30代の後半から40まで。で、20歳前後の時もよく行ってたんですけどね、そんな中でやっぱりね、飲み比べとか始まっちゃうんですよ。で、焼酎とかもバカバカ開けるんでね、それこそ狂月ってやつが2本3本とか開くんですよね。で、ブランデーはそんなにたくさん飲まないんですけども、やっぱりね、シャンパン、これはね本当に開けたら全部飲まないといけないじゃないですか。で、それをどんどん注文したりとか、記念日には、ね、月1本ぐらいドンペリももらうっていうか自分で買うんですけどね、56万なんですけども、普通の一番安いドンペリを開けたりするんですけども、あれも途中からこれがなんで美味しいのかなみたいなね美味しくねえなみたいなことを思ってきたね、ドンペリでも。だからドンペリでもちょっとグレードの高いやつだったら美味しいのかなと思っちゃったりするんですけども、お酒については結構ね飲んでたんですよね。それ好きも嫌いもなくって、とりあえず酒なんか俺体に合ってるなと思ったんですよね。そんな感じでやってたんですけど、今は一切飲まないですね。で、由美子さんも言われてましたけども、お酒を飲まない代わりにこれに今ハマってるんだよっていう、要するに依存じゃないけども音叉っていうやつをねやってるんですよね。で、私それで感じたんですよ。人間の体って水でできてるわけですよ。だからアルコールっていう、いわゆる液体ですよね、あれにも親和性があるんで、アルコールと調和しちゃうと自分の体内の水分をこうねものすごくアルコールに奪われてしまうようなところがあって、健康体悪くなるのかなっていうところが一つ。でも音叉ってね、音じゃないですか、波動じゃないですか、振動じゃないですか。でも人間の体って水でできてるんで振動がよく伝わりやすいんですよ。ですんでね、お酒で自分の水分を満たすよりも逆にですね、音叉って音、このねちょうどいい周波体とかハーモニーでね体の水分をこう振動させてあげると、それによってデトックス効果が高まったりとかね、なんか意欲的になったりとか、脳波が本当に音叉に共鳴してすごくね素敵な感覚を醸し出したりとかするのかなと思っちゃいましたね。何の根拠もないんですけども、由美子さんの動画を見ながらそういうふうなことをいろいろ考えたなと思ってたところでございます。で、今日ね見るとね、チャンネル登録347人ということで、私が見た時よりも18人増えてるんですよね。本当にチャンネル登録ありがとうございます。でもこれからが本番ですからね、これ動画見た後にぜひね由美子さんのアルコール依存の体験の話をね、これ、聞いていただくために下に動画概要欄に URL つけておきますんで、こちらの方からね確かになと思ったらちょっとねチャンネル登録するとか、その由美子さんへのメッセージを動画で撮るとかね、 YouTuber さんをね動画で撮って「由美子さん動画見ましたよ」みたいな感じでね応援メッセージを出していただくといいんじゃないかなと思います。それからね、ヨガとかも由美子さん動画をされてるんで、ヨガに習ってねいろんなポーズやってみたらいいんじゃないかなと思います。由美子さんもすごい素敵なプロポーションされてます。それから表情もいいでしょ、髪の毛もねすごくねツヤツヤでね美しいと思いますんで、是非ねそういう肉体精神状態、そしてそれを元にした素晴らしい YouTube を作りたいなと思ってる方、いろんないいところをね取り入れたい方は由美子さんの動画見ていただくといいんじゃないですか。そして真似してこうやってねヨガのポーズとかいろいろやってみてください。なんかね変わった自分を発見できると思いますよ。それでは本日は以上にしましょうかね。はい、ではおやすみなさい。失礼します。